っと着いた。アイコはもう疲れ切ったにゃ。あのクソガキ、まさかアイコたちをもてあそんでるんじゃないよね。でも今回は大きく戦力アップした。ヘイリーはいないけど、シロが助けてくれたから絶対あいつをやっつけてやる。ほらクソガキ出てこい。お前こそクソガキだろ。待ってるって言っただろ。さあ俺を倒してくれ。そうすれば秘密を教えてやるよ。ちょっと私の筆を甘く見ない方がいいよ。人数増えた。やっぱり卑怯だなお前ら。うるさい。負けたら秘密を教えてくれるって言ったじゃん。早く言いなさい。俺は彼に教えるって言ったんだ。お前らじゃない。罠を仕掛けるかもしれないじゃん。それはお前らの度胸の見せ所だ。この秘密を知る勇気を持ってるか。このバカ、痛いなら喧嘩を売るな。なんでわざわざ負けに来たのよ。黙れ。人間じゃないお前には分かるはずがない。うるさいわね。もういい。あなたみたいなバカの決断のせいで残業したくないの。それだけだから。思い出したのか。いやいやだ、お前に覚えられるなんて嫌だ。バカバカしい。結局またお前に負けたか。ずっとずっとお前に負け続けてきたんだ。いつもいつもたくさんの人がそばにいて、そんなお前が嫌いだ。そうか、やっぱり思い出せないか。それでいい。永遠に思い出せない方がいい。それは決して楽しい思い出なんかじゃないから。あいつらの実験の目的は最初から最後まで変わらなかった。でも思っても見なかっただろう。誰も思いつかなかったはずだ。全てが無意味なんだ。勘違いするな。今の俺は復讐者だ。あのことで、あの苦しみを10年間耐え続けてきた。そう簡単に教えるもんか。まったく、その変な執念のために残業するなんて嫌。
あなたが言わないならこのフレイ様が教えてやる。調査官よ、よく聞いて。あのミスター K こそが全ての悲劇の元凶なんだ。間違えるなよ。黙れ黙れ、それは俺のセリフだ。話したくなかったのはあなたの方だろ。このフレイ様の時間を無駄にしやがって。俺が話したくないのはそれじゃないんだ。だから人間じゃないお前にはわからないんだよ。よく聞け、ミスター K という名前は決して一人の人間の名前じゃない。でもいつも同じ人物なんだ。人物といっても人間じゃない存在かもしれない。ボスはそう言ったでしょ。めんどくさいからもう帰る。おい、今度会う時も苦しんだままでいろよ。そうじゃないと本当の意味で目覚めているとは言えない。調査官、あいつは何を教えてくれたの？あんなガキの言うことはどうせ信用できないし、ザレ事かもしれないわ。さて、もう夜も更けてきたし、今日はこれくらいにしておこう。そろそろこの老体をゆっくり休ませてあげないとね。あれだけのことが起こったのよ。これからの方向性を決めるために調査官も自分の考えを整理した方がいいでしょ。調査官、まず戻りましょう。今日の勤務時間も10時間を超えました。しかも昨日退院したばかりです。戻った後、ドロップポイントの調査許可について地域代表たちとの面談があります。またレストランの経営についても確認しなければならない事項がいくつかあります。大変ですが、一つずつ片付けていけば大丈夫です。私たちもお手伝いします。そう、情報はすぐそこにあるからいつでも読めるよ。でも一日中待っていたエリーちゃんはきっと不安になってるよ。ぼーっとしてないで行くわよ。明日早く来ればいいわ。遅くまで残業すると効率が落ちるだけ。ずっとお前に負け続けてきたんだ。いつもたくさんの人がそばにいて、そんなお前が嫌いだ。もっと書きたいよ。